はい、おはようございます。アローズスクリーンの新車です。今日は鹿児島県日置市、こちらです、桜111さんにやってまいりました。そして先ほど整理券の方を受け取ってまいりました。今日はこちらです。新大陸会初日、先着順での配布だったんですけれども、8万で、結構今日は僕ら気合入れて早めに来たつもりだったんですけども、ちょっと寝台に座るのは朝から難しいかなという状況になってます。それでは C さんの街道日記第137話、よろしくお願いします。おはようございます。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。まずは寝台座れるかどうかですよね。ダメ、いけないですね、いけないですね。座りたかったぜ、初日。ゴッドでも行こうかな、朝一。こっからドンちゃん覗きましょうか。ゴッド打ちながら、危険ですけど、ゴッド打ちながらドンちゃんを待つっていう。さあ、今日は朝一ミリオンゴッドの前日バージョン、ちょっと緊張してます。前日最終が398ゲーム目のゴッドですね。まあ、昨日も一昨日も総回転はそんなに回ってない台です。行きたいと思います。朝一最初のゲーム、ずっと奇数転敗ですね。ここは朝一も乗りできればいいですけどね。Let's go.
今日は十分な出ましになってます。これで2セット目が終了になります。これでちょっと他の台攻めましょうか。
っとだったら多分パーッと1000マイルと出ましたけど、パーッと飲まれてっていうことも考えられますもんね。いいですね、やっぱり緑ドームは今日入れ替え初日ということで、もちろん朝からフルカードですけど、どれでも良かったかもしれないですね。いい感じで朝早い時間からボーナスも ART もついてきてますね。どの台も、何アメシだろう、113アメシですね。まあ500アメシの台を当たるまで回すよりも浅いアメシ数からある程度様子見てみるっていうのもありかなと思います。さあ2台目オクトの剣にやってきました。まあ、実はこの台前回前々回ですね、桜さんで実践した時に結構なプラスを出してる台でもあります。今日は投資が100枚ですね。そこから1000枚以上の持ち込みを持っての2台目ですので、非常に気持ち的にはまだ余裕がある状況です。何アベシで当たってくれるか楽しみですね。2台目の北斗も、
使いましたかね、コインは。それ以上使ってますね。よし、行きます。
あんまりこう空き台がないからといって打てそうな台がないからといって ATK、RTK でバンバン行っちゃうとせっかくのプラスもなくなっちゃいますので、まあ、ちょっとある程度回しながら周りをちょこちょこまた見ていきたいと思います。行きます。理想はこのジャグラーで持ちコインをさらに増やして次の台に移動するというのがもちろん一番いいですよね。昨日は9回連続レギュラーが来て終わってる台なんですね。今日は1回も当たってないと。この辺りでいい流れがこの台に来てくれたら嬉しいんですけどね。シャビックな246ゲーム34ゲームでしたね。早かった。勝ってくれましたね今日は。早く開始34ゲーム、早い当たりはビッグでした。プラスになったら今日は相当いい結果になりますよね。投資も小さいですので、さすがにジャグラーで1000枚ぐらい浮けばもう交換してもいいかなと思いますもんね。十分な結果になります。ジャグラーがあるって。早かったですね。1回目のビッグ、2回目のビッグも。今日は朝これまで苦戦してたミリオンゴッドのゼウスバージョンで速い当たりが引いて、そしてジャグラー自体もあんまりこう結構苦戦することが多かった機種ではありますので、まあ、そのジャグラーでもモンドビッグが2回引けて非常にいい感じです。今日はこれまであんまり勝ててなかった台でプラスにできてるっていうのがなんか嬉しいですね。交換します。レギュラーが終わって100ゲーム、まあ、ジャグラーでは持ち込みを増やすことができたので良かったですね。ありがとうございます。交換の方がこちらですね。1102枚、投資掛けは100枚ですので1002枚のプラスという結果ですね。ちょっとですね、緑灯開かないかなって一日待ってましたけど、もう開く様子がないので、まあ、今日は1000枚のプラスもありましたし、また緑灯は次回に来たいということで今日はこれで終わりたいと思います。はい、実戦終了です。今日は新台レカ初日、緑丼打ちたかったんですけどね、結局ずっとうろうろしながらタイミングよくこう緑丼をゲットすることはできず打てませんでしたけれども、まあ、朝一ミリオンゴッドでポーンと1000枚以上出て、その後北斗モンキージャグラーと打って、結局最終的に交換が今日はこちらでした。緑丼を待ってる間に1102枚の交換ができたということで、結果的には良かったのかなとも思いますけど、まあ、投資が今日は100枚でしたのでプラス分は1002枚という結果ですね。今日は、まあ、勝てて良かったですね。これで
これで負けてたら超悔しかったんでしょうけどね。まあでも明日が熊本、明後日も熊本、その後博多と、今日から九州連戦が始まりますので、まあ、どっかで緑丼挑戦できたらなと思います。以上、シーサーの街道日記第137話でした。